ビジネスやってみたいって思いはずっと修士博士の時からあったんですね。であったんですが、その後ポストドクをやるっていう選択をしまして、研究職に行こうと、ずっと迷っていたと。でちょうど30歳になる時にどちらかやっぱりそろそろ選ばないといけないなっていうところで、ビジネスの方に舵を切ったということです。で、結局どっちも面白そうだと思ってたっていう好奇心が優先だったんで、その道を選んだということです。ありがとうございます。自分で選択をしたという竹澤さんと、そしたら適性と書かれた、柴田さん。はい、柴田と申します。博士課程に在籍をしていたときに物理学を専攻していたんですけれども、学会とかに行くとかなりこれ勝てないなっていう方がたくさんいて、そのところあたりからこれは研究者として物理学を極めていくのではなくて、少しこう広い視点でこのサイエンスを盛り上げていきたいという思いがあったんですね。と同時にやはりその自分の中の興味が物理のすごい狭いところ1個だけだなと思ってた時に、たまたまリバネスの方でそのライティングですかね、それ のインターンを募集しますっていうのを見かけて、でまず基礎研究の面白さを自分なりにもちょっと伝えてみようっていうので、ちょっとリバネスのインターンに参加してみたところ、結構修士とか博士の人ばっかりで会社を構成したりですとか、ちょっとそういう変わった特徴を持っている会社だったので、であればここの中で何か自分が活躍することで現場を少しずつ変えていけるんじゃないかなというふうに思って、アカデミックの中でずっとやっていくっていうのも一つ選択肢だと思うんですけど、外に出ることでもっと違うアプローチが、本当に一番最初に知ったのは、私がいた研究室にたまたまリバネスのですねインターンをやっているメンバーが実験教室で DNA シーケンスをしたいから学校のシーケンサーを貸してくださいというふうにですね来て、先生とその後でなんか随分えらいことやってる会社があるんだねっていうので話してたのが一番最初 でその後ずっと僕の記憶の中からは消えていて、で基礎研究のところを何か伝える方法とかないかなと思ってる時にたまたままたインターンのやつで見かけて、でそれでっていう感じですね。なので2回知るきっかけがあったっていう感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。なるほど、そういう出会いがやはりあったんですね。はい、というわけで理由としてはたまたまみたいな感じのところもあったり、あるいは自分で選んだりっていうのもあるんですけど、いずれにせよそのたまたまだとしても自分でね選ぶっていうその選択がされてるわけですから、皆さんなんていうかな、自主的にっていうか主体的に選んできたと言えるんじゃないかなと思うんですね。はい、キャリア論の中でキャリアドリフトっていう言葉があるんですけど、たまたまその主体的にこれがやりたいから、これいわゆるプロ野球選手になりたいからこれをやってこういくっていうラダーっていうのもあると思うんですが、そうではなくてある種のその偶然の出会いとかセレンディピティみたいなもので自分の可能性を逆に広げていくっていう形っていうのは一つ共通するところがあったのかなというふうに思います。では続けて次の質問です。研究と今の仕事どっちが面白いですかということで、答えはこちらです。田中さん今の仕事、林さん今後の調査研究、今の調査研究が面白いです。竹田さんどちらも面白い、柴田さん研究高橋さんどちらもということで、じゃあこちらはですね一つちょっとか柴田さんからいきましょうか。どちらもありなんです僕もじゃあどちらもなんですけれども単純に面白さで言うとやはり研究があると思ってまして、その理由はやはり長い時間かけて物事一つ考えることができる。でどうしても仕事になってきますと本当にもう複合的なもので本当にもういろんなことを考えなければいけませんし、もうすぐにこう決断をしなければいけないっていうある意味そういうプレッシャーがあるんですけれども、研究の場合はもちろん論文書くっていう仕事もあるかと思うんですが、ビジネスと比較すると、比較的この一つのことにずっとのめり込んで考え続けることができるっていう点が僕すごい好きだったので面白いなというふうには思っております。あの仕事が面白くない。